こんにちは、井上です。今日は、効率化にこだわっている私が、歩きスマホをしない理由、ということでお話しします。まあ、私は歩きスマホをしないんですよね。まあ、歩きスマホってこうやって、こうやって歩くやつですよね。これ、やらないようにしてます。で、まあ、なぜかというと、そのまあ、効率的っていうわけでもないかなと。で、かえって非効率かな、とか思うからです。ただ、まあ、ま、ある意味、その、歩きながらスマホを見ると、 で、スマホを見て、例えば動画を見、意外と動画見てる方多いですよね。動画見たりゲームしたりとかですね。で、メールを返したりとか、まあ何かを見た、何か、ああ,あ,、まあ、ない、調べたりとか、まあそれを歩きながらやると、歩いている時間、その時間に何かこなせるんで、まあ一見効率的かと思うんですよね。 まあ歩きながら電話もそうなんですけども、まあ歩きながら電話を済ませられれば、じゃあ10分移動するところで、で、その10分の中で電話も終わると。なんで素晴らしいことなんだと思う。考え方もあるかなと思うんですけども、まあ果たしてそうかなとか思うんですよね。で、私がその歩きスマホしない最大の理由というのは、自分が嫌いだからっていうのがあるんですよね。まあ歩きスマホしてるとやっぱ危ないですよね。単純に。 まあ別にその正義感から言ってるわけじゃなくて、もう普通にその事実からして危ないと思うんですよ。で、前からこう来てぶつかりそうになるとか、で、歩きスマホでぶつかりそうになるんですけど、意外と歩きスマホってこうやって見てるんで気づきますよね。気づくんで直前にこう避けてくださるんですよ。避けてくださるんですけど、やっぱハラハラしますよね。それを期待するわけにもいかないし、で、何よりその、なんか、その、避けるんだったら、もう最初からその、最初、 ちょっと遠くから見て、まあ、分かった時点で、ちゃんと事前に避けるとか、もう歩きスマホやんなきゃいいかなとか思ったりはするんですよ。で、そのなんかハラハラさせてしまうっていうので、まあこっちとしては非効率ですよね。歩きスマホの方を見て、ちょっとハラハラするっていうのは。まあ全然ハラハラしないんだったらいいかもしれませんけども。で、まあ原則として、自分はハラハラするんだけども、 ハラハラして歩きスマホ嫌なんだけど自分はやるっていうのは私はなしかなと思います。基本原、原,、まあ、原則というよりも人によって原則は違うでしょうけども、自分が嫌なことは自分もやらないっていうのが原則ではあるんで、まあそれで私は歩きスマホをやらないと。で、人の効率を奪うってことにもなるんで、そのハラハラすることでですね。 だからやらないということにはなります。で、それ、じゃあ、前、前から人が来てなきゃいいじゃないかって話もあるかもしれませんけども、あの、歩きスマホしてる方って後ろから行っても、ちょっと、あの、歩くのが遅くなるんで、ちょ、ちょっと邪魔になるときありますよね。なんか、なかなか進まないなとと思ったら、こう、歩きスマホされてる方とかですね。そういうこともあったりするんで、まあ、ま、あの、前に人がいなくても、やっぱ歩きスマホって良くないかなと。 まあ、あそう、そう考えてはいます。まあ、それで、あのそれで人の効率を奪うんで、で、効率化の大原則の一つは、まあ、やっぱりその、周りの効率化も考えるってことであるんですよね。周りの効率化も考えてこそ、自分の効率化も成し得るっていうところもあるんで、まあ、やっぱ歩きスマホは、その原則に沿って言っても、ちょっと好ましくないかなと。で、歩きスマホに関して言うと、 じゃあ、やっぱり、スピード落ちますよね。まあ、歩きスマホをしない、するしないで、スピードが全く変わらないって方って、まあ、それはそれですごいなと思うんですけど、なかなかないと思うんですよ。どうしても遅くなると思うんです。前を見て歩くっていうのと、こうやって歩くのとですね。まあ、こうやって、まあ、よ、スピード変わらないよって方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあで人混みとかの中とかで歩きスマホすると、やっぱりどうしても、 その変えざるを得ないとは思うんですけど、じゃあ歩くのを遅くしてまで歩いている間に何かをするっていうのが果たして効率的かってことなんですよね。じゃあ普通に歩きスマホせずに歩いたら10分で着くところが12分かけてそこで仕事を終わらせるってなると、じゃあなんかさっさと歩いていって、その ちゃんと到着してからなり、到着あ、スタート前に待ちしておけば、私はいいんじゃないかなとは思ってはいます。まあ、効率化から考えてもですね。で、その効率化で言うと、その避けたいのはトラブルなんですよ。トラブルがあって、で、それで大きく時間を失うっていうのは避けたいと。で、そう考えると、歩きスマホでトラブルになりうり、なりえますよね。ぶつかったりして、何そんだ、こら、 ってなったら怖いんじゃないですか。怖い人とかに。怖い、怖い人とかにやられて。で、その、あのスマ、スマホを奪われたりとかですね。それでずっとその怒られたりとかですね。絡まれたりしたら、それで結構時間を失うわけじゃないですか。で、万が一なんですけども、まあなんか、あの、殴られたりとかしたりしたら、まあその怪我とかのロスっていうのもあるんで、そういうこともあるんで、まあ歩きスマホはしない方が、 いいかなと思ってます。まあ、車に後ろから引かれて3ヶ月入院した私が、は、本当に思うんですけども、怪我すると大変ですよね。もうその入院してる時間だけじゃなくて、その後も、その、やっぱり痛かったりとか、動かなかったりするわけなんで、まあ、そういうことが起こりうるわけですよね、歩きスマホって。まあ、車道で横断歩道を渡るときに歩きスマホってあんましないかもしれませんけど、やっぱり見かけたりするんで、まあ、それ引かれるって可能性ってありますよね。 だから私も交通事故にあってからなんか車にすごく敏感にはなってるんですけど、まあよくよく見ると普通に信号無視する車って結構、コードまで言わないですけど、見かけるんですよね、たまに。だから娘には、本当青でも絶対油断しちゃいけないと、パパは青でも、あの、ちゃんと守ってても、後ろから引かれたんだから、車はそういうものだからっていうので教えてはいますけども、実際そうだと思うんですよ。 で、歩きスマホでその車にひかれたりとかですね、自転車にぶつかったりとか、人にぶつかったりしたら、まあ非常にその大きな時間を失うと。じゃあそれをって、歩い、歩いてる間に何かをちゃちゃっとこなす、その時間で、時間を得るために、その犠牲のリスクって大きすぎるかなと私は思うんですよね。まあだから歩きスマホをしないっていうのもあります。で、スマホは、 もうぶつかってスマホを落として壊れるってこともあるわけじゃないですか。そうするとスマホの修理だったりとか、もうお金もかかるし、手間もかかるしと、保証があったとしてもその手続きとかの時間がかかるんで、まあ、そこもやっぱり大きなリスクであるかなとは思ってはいます。で、まあ、じゃあ、その歩、歩いてる時間がもったいないんであれば移動自体減らせばいいんじゃないかなと思うんですよね。まあそもそも毎日通勤するのが <laughs> 非効率ですよね。無駄ですよね。 まあそしたら家で仕事すれば私ほとんど出歩かないわけなんですけども本当に予定がある時とかに出かけるわけでまあ散歩とか除けばですねでまあそうしておいた方が皆がそうすれば大体通勤時間に毎日何時間もかけて何時間なりまあ1時間30分の1時間なりかけているから歩きスマホをしたくなるっていうのもあるかと思うんですよねだから通勤自体をやめれば歩きスマホも減るしトラブルも減るかなとまあそう考えてます だから本当に行かなきゃいけないのかって、これってやっぱり2020年以降多くの方が考えたことだと思うんですけども、本当にそこに行く必要があるのか、集まる必要があるのかっていうのを考えると、移動時間が減って、その移動時間分、そのじっくり、歩きスマホの途中にやろうとしてたことをやればいいんじゃないかなとか思うんですよね。で、そうした方が、十分楽しめますし、その歩きスマホ中にやろうと思った仕事もこなせると。 で、電話をやめて、じゃあメールにすれば、歩きスマホ中に電話しなくていいわけですよね。歩きスマホで電話して10分間歩きながら電話をするのか、もしくは、その、それをメールにして、じゃあその10分の電話を凝縮して、まあメールっていくらでも早くできるんで、で、それをじゃあ3分で終わらすことができれば7分浮くわけじゃないですか。まあ、そ,そういう、<laughs> 考え方をして、電話をなくしていくっていうのも大事じゃないかなと思います。まあ電話はそもそもかかってきて、その歩いてる途中でもで出れるっていうことがあるんですけど、それって決していいことでもないですし、まあ今歩いてるんでって切ればいいんでしょうけども、なかなかそれも切れずにっていうことにはなるんで、その電話なり、もうスマホは電話として使わないっていうのが私は大事かなと思います。 まあ iPhone って名の通り電話機能をつけないと売れなかったからそうしたんでしょうけどもあれで iPhone が廃止し電話機能がないものを売り出してたらまあここまで売れなかったでしょうけども世の中はそんなに歩きスマホが増えなかったんじゃないかなとは思ってはいますその歩きながらの電話なり外での電話で良くないのはあの話してる内容ダダ漏れですよねまあ今セキュリティーセキュリティーって話があってやっぱりその 大事、セキュリティは大事ではあるんですけども、で、効率化って話になると、セキュリティはどうだ、セキュリティはどうだって話になるんですけど、いや、そもそもその電話めちゃくちゃダダ漏れですよと、紙めちゃくちゃダダ漏れで、あの、スタバで広げてやってますけど、なんかどこの会社か分かっちゃいますよって、まあ見、見ようと思って見ないですけども、そういうのってあると思うんですよ。で、電話なんかもそうですし、自分の名前もわかるし、その、 結構機密情報なんかもそれで話してる方っていらっしゃるんで、まあそういうその意識も大事ではないかなと思います。で、最大の問題点というのは歩きスマホをするっていうのが効率化の観点からしてないとしたら、ちょっとまた最大の問題点ではないかなと思います。その、もしその効率化だから、効率的だから歩きスマホをやってるっていうのだったら、まだいいと思うんですけども、決してそうじゃないと思うんですよね。 そこがやっぱり最大の問題かなと思います。だから効率化っていうことを真正面から考えた場合、歩きスマホっていう選択肢って出てこないと思うんですよね。私は。だから私はやらないようにはしてます。まあこれも最初にお話したように、こう、こう、ベタな正義感とかそういうのではなくて、歩きスマホをやめましょうよって話ではなくて、普通、その、効率化を考えたときに歩きスマホっていう、 方法が本当にいいかどうかっていうところで、その移動時間が本当に必要かどうかということ、歩きながらでも何かをしなきゃいけないという状態が良くないんじゃないかとっていうことがを考えた方が、まあ、いいんじゃないかなと思うわけです。 だから、私は、じゃあ歩いてる時何してるかというとちゃん、ちゃんと、普通に歩いてますね。歩くのに集中してるかというか。で、考え事なんかもしてますし、ね、歩いてるうちに、アイデアが浮かぶことって結構あるんで、で、その時は、ま、こう、ブログとか YouTube でこういうこと言ってます、言ってます、言ってますんでって言ったら変ですけど、まあ、歩きスマホしないで決めてるんで、あの、立ち止まってスマホでメモするようにはしてます。で、音楽を聴きながらっていうのもやってはいますし、まあ、大体音楽を聴きながら、 歩いてはいたりはしますね。で、今、まあ、カメラも常に持ち歩いてるんで、で、写真、まあ写真スポットを探してるっていうのも歩きながらやってることですからね。で、で、写真もやっぱ歩きながらは撮れないんで、で、撮れるとしてもブレてしまうんで、まあ止まって撮ってということで、まあやってはいます。まあそういうことを歩くようにしてるんで、まあ歩くって 時間の空白っていうのも一日のうちにちょっと大事かなとか思ったりはしますよね。まあ、無駄な移動は減らしつつ、まあ歩いてる間に、まあ何か考え事をするとかですね。で、景色を楽しむとかですね。音を楽しむとか、そういったことも大事ではないかなとは。 大事ですし、まあいろんな気づきっていうのがあるんで、まあ、まあ、カメラなんか実際写真なんかそうなんですよね。毎日歩いてるところでも、まあ、何かしら気づきがあって、それがあの天候だったり、時間だったり、おそのシーズンだったり、季節だったりと。まあそれでいろんな顔があったりもするんで、でなんか <laughs> あのそういう変化を楽しむっていうのも歩きながら やるあ、歩いてる時の楽しみではないかなとは思ってはいます。まあ、写真撮りましょうとは言わないんですけども、まあ、なんかその歩くのを、その歩きスマホをせずに楽しむ方法というのも、まあ、結構面白いんじゃないかなと私は思ってはいます。まあ、というわけで今日は歩きスマホをしない理由ということでお話しさせていただきました。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。